四代目小野松緑二月五日帯は、俳優、歌舞伎役者。野号は、音羽屋。縄文は四鶴輪に、滝菓子は、舞踊家としての門は、藤林に花火し。歌舞伎名跡小野江小六の灯台。現代の歌舞伎を担う役者の一人。健康的で清潔な芸風に魅力があり、荒ごとや、世話物の男性的な役柄を得意とし、特に舞踊や立ち回りなどに定評がある。 また六世位、藤間勘衛門として、舞踊の藤間流勘衛門派の家元も務める。本名は、藤間嵐。12歳で、父、初代尾上達之助、14歳の時には、祖父、二代目、尾上松小六と、頼るべき肉親を相次いで亡くす苦難を味わった。以後は、父の旧友であり、音羽や一門宗家にあたる七代目、尾上菊五郎に直に指示することになる。 私生活では、元宝塚歌劇団出身の女性と結婚し、2003年12月に、長女2006年1月に長男が誕生した。この長男が2014年6月に三代目、小野枝子を襲名、初舞台を踏んだ。結婚16年目の2016年に、長らくの別居生活を経て離婚。子供たちの親権は、母親が持つという、映画、時代劇。 漫才、アニメ、音楽鑑賞、読書、漫画、プロレスなどが趣味。行政高等学校中退。学生時代には友人で同級生だった仮リガリの村井健次郎の影響でバンドを組んだことがある。主にヘビメタルのバンドだったといい、初めて買ったギターはアイバニーズ社のジョー・サトリアーにモデル。ヘビメタルを愛嬌していたことがきっかけで音楽評論家で、 元バーン、編集長の坂井康氏と音楽雑誌、炎史上で対談している。坂井は金髪にウエスタンブーツといういでたちの歌舞伎役者を見て行転したことを回想している。好きなギタリストはエドワード・バン・ヘイレンとランディ・ローズとジョン・サイクスなど。日本人では AS 気読みず。1995年にはオールナイト日本の DJ を務めている。 その時は BGM にアイアンメイデンを流したり、初めて感動した本は漫画、北斗の剣だったと明かしている。父親同様の主語で、自身の配信番組では毎回ウイスキーのボトルを空にしている。2020年7月に新型コロナウイルス感染症流行の影響下で、新宿シアターモリエールで行われた舞台、ザ・人狼イケメン・人狼アイドルは誰だマイナスで、出演者、 スタッフ、関係者、観客にも感染者が見つかるクラスターが発生すると、同月12日ブログで、感染者が出てしまったこと、感染してしまったことに腹を立てているのではない。それは現状、いつでもどこでも誰にでも起こりうることだから。と断った上で、予防意識の低さや観客を危険にさらしたこと、感染リスクを考慮して踏みとどまり舞台再開に向けて、感染リスクを下げる努力をしている。 舞台業界の信用を失墜させたことを指摘し、激怒している。代表的な当たり役は以下の通り、ありがとうございます。